ハニーデュが失敗した理由、ガチでこれだった。山下ひとみつきと比べて精美な元氏の力不足だろ。もともとダンサーで全国大会で出た人だからやっぱり弾力が違うよな。4期は育成型だからこれからに期待しょげも、そろそろ新人取る時期だぞ。精美な元氏が折れてしまうと困るし、小坂の次に腫れ物が生まれたような気分。ハニーデュせっかく選抜制にして若返り図ったのに年齢高いの残しすぎたのがもったいなかったな。もっと4期入れたらよかったのにな。人気の割に5人も入れてるんだけどな。高齢1期3アンダーにして3期入れたれ。自業自得は山下ずっと真ん中いるもんな。日向坂ご自慢のフォーメーションダンスの弊害か。まあそれは山下のパフ落ちからが信頼されてるからこういう構成ができるわけで、ハニーデューってみずみずしい新人をフィーチャーする曲をコンセプトに沿って素直に表現してグループでパフォーマンスできるようになるのがまず最初かな。先輩がわがわがで子が先でパフォーマンス組んでコンセプトを台無しにしていつもと変わり映えしないなんなのかよくわからない。パフォーマンスしてる間は再浮上はなさそう。どこよりも高齢化した選抜だし、ジトゥエルフスはもう4期中心に作らないと日向自体が終わってしまう。桜にこんなに差をつけられるとは。日向は割と両曲が来ている割に1曲ごとに方向性が変わるからオタが自信を持って押せない。聖源司、渡辺、藤島と若さで3曲押せば安定するだろう。上村や2期生はしばらくカップリングかひらがなのセンターで我慢してもらわんと。日向坂46も選抜制でモデルチェンジが必要だったのかもしれんが、その選抜制が原因で振るわなかったと捉えるべきかと。これまでやってきた全員選抜から急な選抜制導入という路線変更に混乱したお日様の心をつなぎ止めるまでには至らなかったということが、この数字という形で出てしまった。多くはないが一定数。聖源司に背負わせるには荷が重いという意見があったけど、まさにその通りになった。センターという門出に足を引っ張られた聖源司は被害者だな。たった1回の TP と引き換えに信頼を失い、ファンを失い、1位を失い、敵を作って失敗したグループよりマシ。日向坂は安定して仕事もあるからこのままでいい。某グループは次で地獄見て終了。結局4期受け入れない子さんファンが原因でしょ。子さんファンは応援したいと思えない4期が悪いって言うけど、グループのためにも少しは応援してあげたらいいのに。